そういうことです、うん、やっぱ結婚できただけでも幸せだと思いますね、うん、京子夫人から出てきたのは夫デーブへの感謝の言葉、さらにデーブはどんな存在なのか聞いてみると、そうですね、なくても来ないですかね、やはり